はい、今日はですね、多分今年最後の診察に、行っていきたいと思います。おそらく今回診察行けば、あとはね経過を見てくださいって言われると思うんですが、まあそれぐらいね元気ですんで、まあ行かなくてもいいかなと思ったんですけど、一応ね、あと1回来てくださいと言われてたので、行ってね、体質の状態を、見てもらおうかなと思います。まあちらっと去勢手術の話もして、先生とねその辺も相談していきたいと思います。じゃ行くぞライス、行くぞ、ほら遊んでないで準備しなさい。お前が準備しろよですね。お前が準備しろよ。あれ突っ込みないんですか。はい、病院から帰ってきました。今日は本当にねあっという間の診察で、もうね回数は異常ないんで、あとはね経過を見てくださいと言われました。はい、でどうですね、今後のことでですね、矯正手術のことも聞きましたところ、もうすぐにでもねできるという話でした。はい、なのでまあ今年はないですけど来年のね1月にはやってしまいたいなと思ってます。でなんか同時にねワクチン接種も、やってくれるということだったので、はい、それもねやってもらおうかなと思います。まあ何してもね、はい、異常がなくて、よかったですね。まあ見るからに異常はないんですが、はい、本当にね、元気になってくれて、よかったですね。はい、元気すぎるな。